では次に信世、心で施すということですね。第5番目は信世と申します。心の施しであります。造法造経第6七種世、七種世の因縁に、神のことをもって供養すといえども、つまり今までのこの 4つのこの供養ということね、伏せということをやるとしても、心和善ならずんば名付けてすとならずと、要はその心を込めてやらなかったら、いくらその相手に礼を尽くしたとしてもだよ、あるいは今までずっとした目で優しい目でやったとしても、あるいは穏やかな顔で接したとしてもだ、全部それは実は伏せにならない、功徳にならない、徳を積めないってことですね。全身にして和善ならば深く供養を生前と、この清い心にして、そういう、まあ、真心を込めてってことですね。一生懸命のその真心を込めたところでやれば、その一つ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 が全部深い功徳を積めるんである。これを信世と名付く。身をするも身を受け、これは先ほど言った、まあ、これから先においてっていうのがですね、これから先において明瞭心を得て、地境の心ならず、この非常にその心が、道理とか、まあ、聡明になって、そして道理をわきまえた知恵のこの多い、そういう心を得て、地境の心ならず、このバチってのはこれは道理がわからないっていう意味だからね。いや、愚痴の人、愚痴ってのは道理がわからない、物事のその次第が見えていないとかね、そういう、そして、まあ、狂い惑う、そういう心にはならない。そしてこれ、自分が地境だと思ってる人ってのはいないんだよ、あんまりね。でもほとんどが地境なんですよ、御仏から見たら。この世に存在している南無法蓮華経を唱えない人は、もうまさにどんなに聡明だと言われてる人でも、根本的なことにおいてはこの地境なんですね。自分のこの死んだ後が分かんないんだ、もうこれをもってして、もうダメ。仏教の究極のこの悟りというものは、まあ究極じゃないけど、一つの悟りの中の一文としては、自分の死んだ後のことが明確にしっかりこの生きているうちに確信つかめる、それをもってして初めてこの道理が分かった人、死んだ後のことが分からなければ生き方が分かんないわけよ。そこがね、そこがあの仏教のありがたいところなのね。死んだ先のことが分かってくるから、なるほど、こういうふうに生きなきゃならないんだってことが逆に手に取るように分かってくる。そうすると無駄なことや、そのなんつうの、いい加減なことをして時間を過ごせなくなってくるんですね。だからそういう意味では、あの今こういう心を込めて今まで言ってきた4つの伏せをしてきた人たちは、そのようなあの人生に暗い、三世の生命に暗いというような、そういう人にはならないですよと。そして未来に成仏して一切主知心を縁と、これを名付けて信世、第五の顔を名付ない。この一切主知っていうのは、あのこれまあ調べ出すと難しくなりますけど、せっかく字持ってきたから、まあ、一応ちょっと見てみますかね。